ファンを生み出すコンテンツがビジネスを加速させるアポロオフィシャルポッドキャスト超ブログ思考、はい、こんにちはアポロです今日はですね起業家のための日記術というテーマでお話ししていきます あとは日記つける習慣あるでしょうか僕はですね、日記つけてる時もつけてない時もあって、今年はね、1月からずっと日記をつけるようにしたんですけど、この日記って普段どういうふうにね、使ってるでしょうか まおそらく多くの人がですね、まあ、その日あった出来事とか、まあ、そういったことをね、こう日記に書いてみたいな感じになると思うんですけど、まあ、普通にこう何かね、出来事を記す、記録に残すっていうことにおいては、まあ、そういった使い方はいいと思うんですけど、まあ、我々はこうビジネスをやってる立場なので、できればこの日記っていうものをですね、ビジネスに活かせるような形で活用していきたいと。単純にこう出来事をね、そこに記しておくだけではもったいないわけですね。 どういうふうにこの日記を活用していけばいいのかということについて今日はお話していきたいと思います。で、この日記を書くときにですね、意識すべきポイントですけど、これはこう、ネガティブなことを書かないっていうのはね、一個あるんですね。 ネガティブなことを書くと、やっぱりこう気分もね、落ちてしまうし、それでどんどんこう感情もね、ネガティブになってしまったりとか、それこそ日記って後から見返したりすることがあると思うんですけど、その時にですね、それを見ただけでちょっと嫌な気分になったりとかっていうのがあるので、できる限りそういうネガティブなね、ことは書かないようにするっていうのは大事なわけですね。その文字を見るだけでも、そのマイナスのエネルギーっていうのはね、伝わってきますから。 だから、仮に嫌なことがあっても、それをね、そのまま表現しないというか、表現を変えてちょっとポジティブなね、言い回しに変えるとか、っていうふうにしていかないと、自らね、そのマイナスなエネルギーを浴びるっていう状態を作ってしまうので、これは非常に注意が必要なわけですね。で、この、え、日記を書くときにどういうふうにしていけばいいのかっていうとですね、まあ、この、自分の脳に対して、まあ、ポジティブなイメージを吸り込むようなね、え、ことをしていくとすごくいいわけですよ。僕たちっていうのは基本的にまあ、ネガティブ思考なんで、人間っていうのは。<laughs> これは本能的なんですよね。ネガティブ思考ってのは自分を守ってくれるものなんで。だから、自然とネガティブ思考になるっていうのは人間として当たり前のことなんですけど、そうならないために、脳にポジティブな回路をですね、こう、作っていくために、普段からそういうね、ポジティブなことを自分に投げかけていく。セルフトークなんかもそうですけど、日記もそうなんですね。自分に対してポジティブな言葉をかけてあげるってことが大事で。具体的に言うと、まあ、その日あった出来事とか、 なんか褒めてあげられることですね。自分に対して褒めてあげられることっていうのを書いてあげる。そうすると、それでこう、どんどんね、ポジティブな言葉を自分にかけてあげることができるわけですね。で、それを繰り返し繰り返しやっていると、ポジティブな回路が脳にできて、今までだったらネガティブに反応してた時にですね、そういう反応をしなくなるということですね。なので、えー、こういうね、 ポジティブな言葉。何か褒めてあげということですね。その日やったこと。小さなことでもいいんですよ。それこそなんか、挨拶できたとかね。えー、例えば、車無事に運転できたとか、そんなんでもいいんですよ。何か小さなことでもいいから、やっぱり人間ってね、自分のことを過小評価しがちというか、客観的に見れないんで、あんまり自分ってね、そんな褒めるようなとこないって思いがちなんですけど、実は今までね、人生振り返ってみてください。 褒められるポイントっていっぱいあると思うんですよ。そういったものをですね、ただ気づいてないだけ。そういう意識をしてないから、こんなの褒めるに値しないっていうふうにね、感じてスルーしてしまうわけですけど、僕たちは日々ね、褒めてあげられることがいっぱいあるわけですよ。で、そういうのを意識すると見えるようになってくるんですね。今までは気にしてなかった。でも何か一つ自分を褒めてあげようっていうふうになると、ね、そこにこう、今まで見えなかったものは見えるようになる。 っていう、この視点をね、磨く訓練にもなるので、そうするといろんないいものが、もちろん自分に対してだけじゃなくて、まあ、世の中とかね、他人に対してもそういういいところが見えるようになってくるし、まあ、そういうこう、物事の見方の訓練みたいなね、ものにもなります。あと、えー、日記に書くべきポイントとしてはですね、何か改善点とかね、これはこのネガティブな書き方はしてほしくないんですけど、やっぱりこう日々ね、僕たちは改善を繰り返していかないといけないので、こういうふうにやった、 でも次はこういう風にしてみようとかね。こういうところをこういう風にした方がもっと良くなるんじゃないかみたいな。やっぱりその日記イコール、まあ一つのまあ日本みたいなものですね。自分の中でそういうまあ記録を残しておいて、じゃあ次どうね、改善につなげていくのかみたいな。そういう使い方もできますし、後から見返した時にね、そのアイデアがまた役に立ったりとかっていうこともあるので、えー、その改善ってですね。 今日やったことに対する改善点。それはその何か実際にね、セールスしたとかマーケティングしたとかだけじゃなくて、日々のこのルーティーンの中とか、作業に対してもね、ここもうちょっとこうやったら効率よくなったんじゃないかとか、そういったことも全部ね、改善点として繋げていけると思うので、1日1%の改善でいいってね、言われてるんですよね。1日1%で1年間で約37倍ってね、言われてるから、この小さな改善をただひたすら繰り返していくっていうだけで、1年後には37倍になってるわけですね。なので、え、ー そんな大きなね、改善じゃなくてもいいね。何か一つプラスになることはないかな。今日やったことでもうちょっとよくできるポイントはないかなみたいな感じで考えていくと。で、その改善点を書いていくわけですね。で、それ以外にもですね、やっぱりこう書いた方がいいことがあって、それはですね、まあさっきの最初のやつとちょっと似てるんですけど、感謝できることですね。さっきのは褒めてあげられることじゃないですか。最初に言ったのは。 褒めてあげられることだから自分に対してこういうところができてすごいとかね、こういうところができてね、素晴らしいとか、なんかそういうような自分に対して褒めてあげる言葉なんですけど、感謝ですね。自分が感謝できること。今日一日感謝できることでもいいし、ちょっと今の状況でね、感謝できることでもいいし。っていうところで感謝できることを書く。ま、三つぐらい書くといいと言われてるんですけど、ま、朝書いて、昼書いて、夜書いてでもいいですし、夜寝る前とか。一番はその日の朝もしくは夜。 なぜなら、これっていうのは、潜在意識が活発になってる時期だから、こう,う、とうとしてる時間帯っていうのはね、まあ、副交感神経だったかな、こう、リラックスしてる状態ってのは潜在意識とこう、つながりやすくなっているので、その時にこう、感謝とかね、そういったものを入れると潜在意識に入りやすくなると言われているんで、僕なんかまあ、夜寝る前とかにね、その日一日感謝できることみたいなもので、まあ、日記に書いたりとかね、してるんですけど、そうするとまあ、もちろん安らかにね、眠れるっていうのもありますし、潜在意識にその感謝がね、入りやすくなるっていうところもあって、 まあこれは当然プラスになるわけですね。そういう習慣を日々、まあ身につけていく。日記一つにしてもですね、それを単なるこう、ね、出来事を手術だけのものとして使うこともできれば、そうビジネスとか人生をね、良くするために活用する一つの強力なツールとしてね、使うこともできるので、ただやっぱりね、こう単純に記録を残しておくだけではもったいないと思います。もちろんそのビジネスとかやってない人、そういうまあパフォーマンスアップしたいとかっていう人でなければ、 ま、楽しむことが大事なんでね、そういうふうな書き方はしなくてもいいと思うんですけど、まあ、非常に僕もそういうのね、見てて、あ、確かにそういう使い方もあるなと思って、ま、強力なツールになるってことが分かったので、書く内容をね、今まではなんかその日あったこととか書いてたんですけど、でもま、ほぼほぼね、日常で何か大きな出来事があるってないわけじゃないですか。ってなると単純にこう出来事を記すだけだと、大して書くこともないんですよね。うん。同じようなことの繰り返しをやってるわけだから。 だから、日記、単純に出来事で記すだけだと、毎日変わり映えのしない内容になるわけですけど、でもそういうね、褒めることとか、感謝することとかね、改善することって考えると、いろいろこう頭をね、えー、絞るわけですよ。知恵を絞って、最初は何個か書けたけど、途中から書けなくなるとかってね、あると思うんです。でもその時に何としてでもね、じゃあ、こう褒める点を見つけるとか、感謝できる点を見つけるとかね、そういう意識を持つと、そこからまた新しいものが見えるようになったりとか、 それをね、磨くための、鍛えるためのトレーニングでもあるので、そういうふうに使うこともできるわけですね。で、後で見返した時に、まあ、すごく気分も良くなるし、自分の成長もね、感じることができるようになると思うんですね。なので、まあ、起業家として日記をつけるのであれば、そういうような意識を持って、まあ、その、仕事に生かすみたいなね、感じでやっていくといいんじゃないかなと思います。もちろんそれが、ちょっとね、日記帳に、ね、ちゃんと、あの、出来事とか書きたいっていう人は、 日記帳を分けるとかね。もしくはもう一つの、なんか書く欄、記入欄が大きければ、そこにまあ両方書いてもいいとは思うんですけど、まあ一個ね、気をつけないといけないのは、まあ最初に言った、あんまりネガティブなことを書かないっていうね、のが大事かなと。ネガティブなことを書いたらね、書いてる瞬間も気分悪いし、後から見返した時もね、気分が悪くなるんで、それってもう自分にとってメリットないと思うんですね。もう終わったことは終わったことで流してしまう。ね、そこにずっと縛られていると、過去に縛られた状態のままになってしまうんで、未来に進むことはできないわけですね。 ネガティブな感情っていうのは基本的にそういうね過去に縛られていることが多いので自らそういう状況を作るっていうのはもったいないですからできる限りこのネガティブなねことっていうのは書かないようにするもしそういうことがあったとしてもそれをじゃあどう,どうポジティブに変換していけるのかってことを、まあ、自分なりに考えて、ね、でそれを言葉にしていくわけですねっていうふうにすると、ねえー、ネガティブなことがあってもそれをポジティブに変換することができるようになると、まあ、そういう思考のね、えー、訓練にもなりますからぜひやってみてください まあ今回はですね、まあ、その起業家のための日記術ということでお話ししましたけど、まあ、全部やるのはね、きついっていう人は、まあ、1個でも2個でもね、試してもらえれば。大事なことは、その継続することなので、1回2回試してね、人生が劇的に変わることはないですけど、それをね、100回200回1000回とね、繰り返していけば、本当にね、人生ってどん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 良くなっていくので、まあ、ちょっと大変かもしれないですけど、まあ、やりやすい形で継続していくというところをぜひね、意識してみてください。